どうも、UHAのキャリアモードで能力値高い若手出てきたから育てようかなっていうふうに思うけど、顔微妙だとやめるときあるよね。でおなじみでよ、ソフトボールでーす。ね、顔もっきり日本人なのにジョナサン・ファウアーみたいな名前でね、ちょっと冷めちゃうみたいな、そういう時ありますけど、というわけで始まりましたトークソフトボール。今日も楽しくサッカーの話していきましょう。まず日本代表にとってですね、ちょっと残念なニュース入ってきました。大迫、東口、この2選手がですね、オマーン戦出場が厳しいということで、日本代表はオマーン戦ですね、大迫をですね抜きの、大黒柱抜きの戦いをですね余儀なくされてしまいました。なので今回ですね、僕オマーンのねウズベキスタン戦見まして、日本がどうすれば勝てるのかみたいなのを考えましたので、大迫不在の、戦い方と合わせてですね、今日は分析考察していきたいと思います。というわけで、まずオマーンのですねウズベキスタン戦のスタメンご覧ください。こちら、はい、4-2-3-1なんですけど、基本10番と7番2トップみたいな感じで、守備の時は4バックにプレスかけに行って、で攻撃の時は10番が結構下がってきてくさびを受けるみたいな、そういった形のチームでしたね。でこれに対して日本どんなスタメンが有効なのかなというふうに僕なりに考えました。それがこちらです。はい、ここから動く図を使って説明していきたいと思います。まずオマーンの4バックですね、かなり両サイドバックが高い位置を取るんですよね。こんな感じで高い位置を取りまして、センターバックとサイドバックの間結構開いてしまいます。でこのですね、まあ間でボランチがですね受けようとして、まあ、降りてくるみたいな、そういった形が多いチームなんですね。ここで1個飛ばして、フォワードにくさび入るみたいなのはあまりありません。なのでこのサイドバックが高い位置を取ると、自然とですねウイングの選手引っ張られるみたいなところはあると思うんですよ。ってなった時に、このセンターハーフとかこうボランチの選手こう降りていった時に、ここにねアグレッシブに守備をできる選手が必要だなっていうふうに思いまして、今回はですね、富安と青山にしました。まあ富安のところね、本職の遠藤ね、あの体調戻ってたりしたら当然ありなんですけれども、ボールを失った瞬間だったりとか、その状況判断が必要な場面で、どうしても僕はですね遠藤航のちょっと視野の狭さだったりですとか、攻撃守備両方における、首を振ることが少ないことによって生まれるその隙みたいなね、そこを抑えないんだみたいなポジショニングが気になりますので、富安はここを置いておいて、で柴崎はちょっとコンディションが悪くてパスミスも多かったので、その辺でですねこのアグレッシブに守備をしつつですね、このオマーンがボールをつないでるところを奪った瞬間にショートカウンターみたいな、そういったですね、早いパスを出せるですね青山っていう、そういう人選にしてみました。まあ1戦目でね、柴崎のコンディションがちょっとね崩れてる可能性があるっていうのも一つあります。でですね、もう一つは、この高い位置にですね、このサイドバックがポジション取った場合ですね、両サイド結構いいクロス上げるんですよね。なんでここにですね、厳しくマークつける選手がいいなっていうふうに思いまして、序盤は原口できちんとそこの守備をしてもらって、後半から乾っていうのがいいのかなっていうふうに思います。で右サイドに関しては1戦目ドア戻らなかったとか、まあそれに関しては堂安自身の判断というよりチームの判断だとか、いろんな話がありますけれども、基本的にここの守備のアップダウンをきちんとやりつつ、サイドに張って仕事してほしいみたいなね、そういったところもありまして、その辺は、後ほど攻撃に関して、説明しますので、このね上下のアップダウンでサイドで頑張ってくれるっていうところで、初戦出てない伊東純也ここで使うのはありなのかなって思って、ここに入れてあります。なのできちんと整理しておきますと、日本の守備としては2トップのですねボランチへのパスコースをきちんと切りつつ、サイドバックが高い位置に上がっていったら、サイドバックに受け渡すまではついていくのか、パスコースを切りながら、こういう風に出ていくのかという、そういった判断きちんとね、こうコーチングしながら受け渡しを行って、でですねこれついていった時にですね、ボランチが降りていった時はそこに出ていく選手がいることによって、ここのパススピードそんなに速くありませんし、ボールを受ける位置もですねきちんと前を向ける位置まで下がらなくても、この辺でボールを受けようとして後ろ向きのところをですねガツンって奪えるみたいなことがありますので、結構ですねオマーンが細かくボールをつないでくるっていう、足元にどうしてもつけてきますから、その辺でですね後ろからガツンと奪って一気に攻め切るっていうショートカウンター有効だと思います。そしてここから攻撃の説明していこうと思います。こちら、はい、まずオマーンですね2トップきちんと守備はするんですけれども、激しく追うわけではなく、2トップできちんとねコースをねボランチへのコース切るみたいな形です。ただですね3バック化した形へのですね対応っていうのがオマーンのねですね組織全体で、曖昧なところがあります。なんで富安が降りていくにしても、青山がですね降りていくにしてもですね、こうサイドバックが、高い位置を取った場合に、こういった形を作った時に後ろの選手誰が行きますかっていうところですごく、微妙なところがオマーンありました。なんでこのね3枚っていう形を作るのはすごく有効だと思います。でそういった時にですね、いつも日本のですね問題点になるのは、このサイドの高い位置に酒井宏樹がですねいいポジショニングを取れないっていうところが問題でありますね。だったら上げないっていうのを最初からやり方として一つあると思います。なの
ので左は長友を上げて右は酒井を上げない、そして原口は中に入れる、そうなると右の深い位置誰が使うんですかってなった時に伊東純也っていうのがすごく理にかなった形だと思うんですね。なんでここにサイドバック釣り出されたら中央空きますので、ここ堂安が使ってもらって、ここにねくさびのパスを入れられるかどうかっていうのはすごく重要になると思います。なんで3バック化した時にですね、まあサイドハーフが出ていったらそれによって空くところに堂安が入っていって、そこからのカットインシュートっていうのは使えると思いますし、サイドハーフが出ていかないとしてもサイドで高い位置で、伊東純也がボールを受けた時にサイドバックとセンターバックの間が空きますので、そこを堂安が出ていってマイナスの折り返しするみたいな。ただ左利きですので、この折り返しの部あのプレーがどんだけ得意かは分かりませんので、その辺でもしかしたら北側ね、エスパルスでもサイドに流れるプレー得意なところを見せてますので、そういったやり方もいいと思います。とりあえずですね、酒井宏樹のこのですね高い位置を使ったプレーっていうのがあまり得意じゃないところっていうのが、すごく気になる部分ですので、だったら最初からサイドの高い位置をですね一人で使うのが得意な選手伊東純也を使ってしまおうっていうのが、今回の僕の考えです。でプラスオマーンの場合ですね、このサイドの選手が裏を取る動きに弱いというのがありますね。なので長友とかがですね、この吉田とかボールを持った時にですね、この裏にですねボールを、このね引き出せるようなポジショニングをした場合はこういったパス通りやすくなります。そうなるとサイドバックが出てきて原口が使うみたいな、まあ当然逆でもいいですね。前回の試合であったみたいに原口が引き出して中のスペースを長友が使ってっていうのもいいと思いますので、このですねサイドハーフの、裏のスペースですね、この辺を突くことができたらですね日本代表すごく面白いと思います。でもう一つ、これはですねオマーンのすごく怖いところなんですけれども、カウンターの時にですね2トップそしてサイドハーフプラスボランチの1枚もしくはサイドバックの1枚が上がってきて4プラス1の攻撃をしてきます。つまり5人が、カウンターで攻撃にですねその、総力を使って参加してくるってことなんですね。なんで5人に対してですね数的不利にならないためにも後方に5人残しておきたい、そう考えるとですねこの布陣の場合は、この吉田、三浦、酒井、そして青山、冨安というこの5人が後方に残っていますので、前線の選手が中央に入って酒井宏樹が上がるみたいな、こういったですね日本代表のまあ本来のひな形の形ですと、先ほど言った4プラス1の攻撃やられてしまいますので、こういったですね3バックの形で酒井宏樹を残すっていうのが、すごくいいんじゃないかなというふうに思っています。で牧野よりも三浦がいいと思ったのは、こういった高い位置を取るサイドの選手に対してのフィード能力が三浦の方が高いですね。吉田前も左からですねこういったボールを出すことができますので、先ほど言ったように伊東純也が高い位置に張った時に、ここフリーになった時こういうボールを出せると。牧野の場合ストッパーとしての能力は高いんですけど、こういったボールを散らすっていうところの能力でですね局面を打開することができませんので、まあ、こういった人選の方がまあ1戦目からのね期間も空いてないというところでコンディションを管理するところでもいいのかなというふうに思いまして、三浦の起用もしくは冨安を1列下げて遠藤をここに起用するとか、そういったやり方がいいんじゃないかなというふうに僕は思いました。では最後、ここからはですね1戦目に見えたですね、問題、この攻撃の約束ごとですね、どうしても日本代表アジアと戦うときはですね、攻撃の時間が長くなりますので、そこの整備が必要になります。なのでその辺を上げていきたいと思います。こちら、はい、38分59秒のシーンですね。これが堂安で、これが酒井宏樹です。このですねポジション、ちょっとですねこれね、ボールを持ってる時の約束事がですねできていないってことを表しているポジショニングなんですね。それどういうことかと言いますと、この柴崎からですねボールが堂安に入った場合、それちょっと皆さんイメージしてもらえばわかると思うんですけど、堂安にボールが入った場合ですね、この状況だとそのサイドバックとセンターバックの間ですね、ウィングバックとセンターバックの間釣り出しても、誰がこの黄色のスペース誰が使うっていうところを入っていくんですかっていう、そういう話になってきます。ここを使う選手っていうのがですね共有されていませんでしたね。堂安がウィングバックを釣り出しても誰がセンターバックとの間を使うんですかっていうのが右サイドの状況でして、柴崎も低い位置でビルドアップしてます。ここに南野が流れていく形でもいいんですけれども、それよりもですね南野、大迫をゴール前に残しておく方がですねより一層チャンスになります。そうなるとこの形、はい、よく言う偽サイドバックのような形ですね。ウイングで釣り出して、それによってできたですね、センターバックとウイングバックの、スペース。そこに柴崎が飛び込むことによって、まあ、そこからシュートでもいいですし、そのまま裏に走っていって、ニアゾーンからのクロスで、先日の動画で言ったようにですね、ゴール前にいくら人数がいても、視野をリセットした状態でですね、フリーの選手ができてしまうっていう、まあ、その辺を作り出すことができます。プラス、柴崎がこういう出て行き方をすることによって、空いてくるスペースは酒井宏樹が埋める。サイドでの攻撃の、まあ、精度だったり、クオリティは高くない。
ない酒井宏樹ですけれども、中央での守備だったりですとか、そういったね、この危ない場面での、体を張った、プレーっていうのは素晴らしいものがありますので、この適材適所をやるっていうことが、この形だとできるわけなんです。なので先日の動画ではですね、左の攻撃に、この重点を置いて説明しましたけれども、右の攻撃を整備するっていうのも大事だと思いますので、先ほどのは僕のね、あの希望も含めて予想スタメンでしたけれども、まあ普通に堂安が使われた場合、こういった形をですね徹底できているかどうかっていうのを見てみると楽しいと思います。そして中央に人数が多いとどのようなプラスな効果が生まれるのかがこのシーンに出ています。31分のシーンなんですけど、確か柴崎がボールを入れたところでカットされてしまって、そこからですね中央の人数結構スカスカなんでカウンターを受けそうになった場面ですね。これなんですけども、先ほど言ったようにですね、堂安が張っていて中に柴崎がいて、そして南野がいて大迫がいる状況でこの状況生まれたら、中央にフィルターが多い、人数が集まってるところでボール取られてもそれによって奪い返すことができるという、まあ、そういった現象生まれますね。なんで先ほどの画像に戻すと分かる通り、このように中央に人数が多い状況で、ボールを送り込んだ方がですね、もしも裏にボールが通らなくてもそこからの二次回収で攻撃を、始められる、つまりですね3点目の得点パターンに似た状況生まれるんですね。なんで大迫の近くに誰を配置するのか、今の状況ですと、堂安、南の原口が入っていっても幅を取る選手がいませんので、だったら堂安とか伊東純也とかサイドの選手で幅を取って、柴崎に上がらせるみたいな、そういった形が理にかなっていますし、現に得点につながった、3点目のパターンから考えてもこの形はいいんじゃないかなっていうふうに思います。では今まではね、地高ポゼッションのねゆっくりとした攻撃のところは説明しましたが、ここから早い攻撃速攻の話をしたいと思います。ボールを奪い合う切り替えの連続、トランジションの連続から、堂安にボールが渡って右から、カットインのような形でこう入ってきたシーンですね。41分56秒です。ここで原口、このポジションにいますね。堂安としましては、ここに走っている選手がいましたらそこにスルーパスでいけるんですが、原口かなりこのシーンでももう減速しています。で次のシーンです。はい、中で受けてしまって対応が容易になってしまいました。もう一回このシーン戻ると分かる通り、原口がこっちに出て行ってくれたらこの選手もそのスペースをケアするのが、最初になりますので、ケアしてなかったらそのままですねスルーパス、出せますし、こうケアするためにこう走っていって、原口もこの深いスペースを使ったら堂安がですねそのままこの選手が寄せてくることがないので、カットインのシュート打ちやすいみたいなのもあったかもしれません。ただこういうシーンでですね、なかなかに寄ってしまってるのが、まあ、原口だけじゃなく日本代表の攻撃全体に言えることなんですね。で先ほどのシーンは、みんな外に広がっていて中で受ける選手、くさびを受ける選手がいない、これですね。まあ、あの一番比較的、普通のパターンだと堂安が中に入っていく、酒井宏樹が高い位置を取るとこの選手が酒井宏樹のマークに出ていきますので、この間のスペースが空いて堂安にくさびが入りやすい、そうなると大迫とかにスルーパスだったりミドルシュートが打てるみたいな、そんな感じのやり方がありますので、このですねゆっくり攻めるときには前の選手が中に寄って後ろの選手が幅を取る、そして早く攻めるときは前の選手が最初から幅を取った攻撃をするっていう、こういった攻撃の時のですね速攻遅攻、そのやり方によったですねチームの約束事っていうのができていない、この固まっていない感じのが今の森保ジャパンなんですね。なのでその辺の約束事をシンプルにしつつリスク管理も考えたのがこの布陣。はい、先ほど提示した 4-2-3-1 ですね。ポゼッションの時には長友が上がって、幅を取る、伊藤と長友で幅を取る 3-4-3 の形、この形ですと吉田、三浦、酒井、冨安、青山で、カウンターを5枚で、きちんとケアしつつくさびのボールハーフスペースで受けようとする原口に吉田からだったり酒井に酒井から堂安にだったり、ボールを入れることができます。またねこの形だとこのサイドハーフがサイドバックがつくっていうのが、簡単にできるような形だったらですね、これですね、酒井宏樹が中に入ってきて三浦が開いて冨安が下がるみたいな、そういった形でもいいわけなんです。とりあえずオマーンの2トップに対して、3バックを作ることによって、ボールの循環を良くしつつきちんと幅を取る選手をですね、設けることによって中央の選手が生きる、中央の選手がいることによって幅を取る選手が生きるっていう、このやり方が一番ベストなんじゃないかなというふうに思いますので、明日のオマーン戦どうなるかは分かりませんが、両サイドの幅と、中央の使い方、そしてビルドアップの時の人数、そしてカウンターのケアをどうするかみたいな、こういったところを見ていきますと森保ジャパンきちんとですね進化しているのか、それとも何も対策を打っていないのかが分かると思いますので楽しんでいきましょう。明日キックオフ15分前から僕と、そしてバードフミヤさんの2人で、生配信していきますのでお楽しみに。バイバイ。